イギリス軍の国防戦略見直しで F-35B 戦闘機の調達数が削減との情報をキャッチしました。今回はこのイギリス海軍の F-35B 戦闘機調達削減とクイーンエリザベス級空母を詳しく見ていきますね。イギリスの国防費 GDP3% は難しいですよね。白紙化です。イギリス海軍は2022年11月現在、1番艦のクイーン・エリザベスと2番艦のプリンス・オブ・ウェールズの2隻のクイーン・エリザベス級航空母艦を建造、保有しており、同海軍を象徴する存在となっている。クイーン・エリザベス級航空母艦は、建造時には、まず F-35 ライトニング2の C 型を艦載機とする計画で進められていた艦艇だが、同機の開発の遅延もあって、B 型に変更されたという、少し変わった経緯を持つことでも知られている。こうして完成したクイーン・エリザベス級航空母艦は、基準排水量が4万5千トン、満載排水量が6万7699トン、全長が 284.0 メートル、全幅が 73.0 メートル、喫水が 9.9 メートルの艦体を持ち、統合電気水推進を採用、最大26ノットを誇る。航空母艦としてのクイーン・エリザベス級の大きさは、中型と呼ばれる範疇に属しているが、最大時の F-35 ライトニング 2B 型の収容キャパシティは48機とも召され、2隻なら、少なくとも96機を運用する能力を持っている。ただし、これは、クイーン・エリザベス級航空母艦の単純な収容キャパシティから出された数字であり、もちろん、予備の機体までを考慮した調達計画は別にあり、そこでは138機を目途にして調達を行うことが謳われていた。しかし、実際の進捗具合がいかほどかといえば、イギリスが2022年11月時点で予算化を終えている F-35 ライトニング 2B 型の合計数は、わずかに48機にしか過ぎず、配備数は、その、さらに、半分の24機という状態が続いている。イギリス経済も、慢性的な財政不足に長い期間直面しており、そもそも、クイーン・エリザベス級航空母艦の2番艦たる、プリンス・オブ・ウェールズは、予備役もしくは、インドに売却する案が囁かれている時、キスラあった。結果としては、プリンス・オブ・ウェールズも、イギリス海軍で保有し収益させることにはなったが、肝心の艦載機である F-35 ライトニング 2B 型の調達に関しては、その実施を計画通りに進めることは、かなり困難となっている。イギリスでは、現在、驚くほどの短期間で、終了を迎えたトラス政権に代わって、スクナ政権が誕生しているが、前々のジョンソン政権が打ち出した対 GDP2.5% という、軍事費の増額が実現されるのかも、不透明となっている。ジョンソン政権は、2021年3月に、新たなイギリスの国防と安全保障についての戦略を公表。ここでは、従来からの、主として、陸軍戦力の大幅な削減を定め、浮いた予算で、宇宙空間、サイバー領域などへの対応力の強化を表明していた。つまり、それは、限られた軍事予算を、今後、ますます必要性が増加すると考えられた、新たな分野への配分を行うことを期としていたと言えそうだが、こうした考え方に、ブレーキをかける事態が、2022年2月に発生してしまった。そう、2022年2月24日に、ロシア軍が、ウクライナへの侵攻を強行した、ロシア・ウクライナ戦争の始まりであり、この戦争の世紀は、未だ、ヨーロッパでも、通常兵器による、従来までのような戦闘が起こり得ることを提起してしまった。そして、このロシア・ウクライナ戦争は、
各種の野放党による相手を上回る火力の重要性を改めて再認識させ、1991年の旧ソ連の崩壊以降、総じて軍事費の支出を削減してきたヨーロッパ各国に変化の兆しをもたらしている。NATO 加盟国の中では、最大の経済的な基盤を持つドイツも、旧ソ連の崩壊後は、ポーランド等の東側に位置していた国々が民主化され、西側に移り、NATO への加盟も進んだことで、自国に対する脅威は低下したと見さしていた。そのため、ドイツでも、軍事費の削減が究極まで進められた結果、かつては旧ソ連を盟主とするワルシャワ条約機構軍と対峙するべく、陸軍国として多数の戦車を配備していた同国も非常に脆弱な装備数に陥ってしまった。ドイツでも今回のロシア・ウクライナ戦争の世紀を間のあたりにして行き過ぎた軍事費の削減を中止し、再び増加させる政策を打ち出してはいるが、一度しぼんでしまった組織の再建は、予算増だけでは難しく見える。そして、そうした軍事予算以上に、ドイツが誤りを犯した点といえば、旧ソ連の後継国家である、現ロシアから、エネルギーとして、天然ガスの供給を依存する仕組みを取り続けたことであり、この悪影響は大きかったと言えよう。しかし、東ドイツの出身で、長年、ドイツでの政権を担当したメルケル氏は、ロシア・ウクライナ戦争の世紀以後、そうした政策の過誤をマスメディアに問われるも、その姿勢を反省する言は見られず、ロシアの意図を見抜けなかったことを認めてはいない。まあ、日本でも、かつて一時期政権を担当したことのある元首相が、中国やロシアを利するような、いわばそれらの国々に忖度したとしか思えない発言をたびたび繰り返しており、あまり人のことは言えないというのも正直な感想ではある。しかし、ドイツの現ショルツ政権は、かつて同国がロシアに天然ガスの供給を依存することで安全保障上のリスクを高めた事態を顧みず、昨今は中国詣を政権を挙げて観光し、今度は中国に間違った合図を送りかねない行動を見せている。さて、幾分、イギリスの F-35 ライトニング 2B 型の調達数という問題から外れてしまったが、2021年3月の段階で、すでに最大でも72機に止まるのではないかとの見方が出されており、138機からの大幅な削減は避けられない見通しだ。これに、昨今のロシア・ウクライナ戦争の余波が重なり、高価な F-35 ライトニング 2B 型の調達は、後回しにされる可能性が高まっており、このイギリスの姿勢は、同期の単価のさらなる上昇に、拍車をかけることにつながるかもしれない。日本の航空自衛隊では出雲、片護衛艦の2隻を航空母艦化する改修を段階的に進めているが、現時点での F-35 ライトニング 2B 型の調達予定数は42機であり、今後の底に与えるコストの増加も気になる部分ではある。イギリスでは、ジョンソン政権が打ち出した対 GDP 比 2.5% という軍事費の目標数値が続くトラス政権下で、ロシア・ウクライナ戦争を鑑みて 3% まで引き上げられたが、この是非も2025年の選挙次第と見されている。日本でも防衛予算をめぐっては NATO 加盟国の目安である対 GDP 比 2% という水準への引き上げが現岸田政権によって打ち出されてはいるものの、その内容と包括する範囲からは純増とは言い難いとの指摘もある。今後の日本の防衛費の総額には、今は別となっている海上保安庁の予算等も含んで考えるということが示させているためであり、表面的には増額に見えても、実質的には
現状維持に近い形になるのではないかとの声も多い。こうした現状を鑑みれば、ロシア・ウクライナ戦争が、ことに旧ソ連の崩壊以降、一部の西側諸国にとって、減少に転じていた、軍事費の低下傾向に、歯止めをかけたとまでは言えないと思え、今後の動向には、注意が必要だろう。非常に、個人的な思いつきを述べることを許していただけるなら、日本も、いずれ、出雲、片護衛艦データ運用データをもとに、さらなる大型艦を建造する可能性があれば、イギリスに、プリンス・オブ・ウェールズの譲渡を持ちかけるのはどうだろうか。軍事予算と F-35 ライトニング 2B 型の調達が、厳しいイギリスにとってみれば、プリンス・オブ・ウェールズに、同機を艦載機とする状態を確保することも困難なため、意外に双方にとって、利点のある取引になるのではないかかと思える。その場合、日本の海上自衛隊は、現行同様に、出雲、片護衛艦を、対戦哨戒任務を中心とした運用が可能となるので、南シナ海で、ますます増強を続ける、中国海軍の潜水艦に対する能力を損なうことも少なくなるのではないかと感じてしまう。